コロナ警報を解除できる領域に入ってきていると思います。まあ、ここ一両日の数値をしっかりと見極め、かつ市町村そして専門家の方のご意見もお聞きして判断をしたいと思っております。福岡県の服部知事は今朝このように述べ、7月6日に発動した県独自のコロナ警報について解除の方向で検討していることを明らかにしました。県内では新型コロナの新規陽性者が減少傾向にあるほか、おととい時点の病床使用率は 18.2% とコロナ警報を解除する目安となる 20% を下回っています。服部知事は市町村や専門家の意見を踏まえ今週の半ばにも判断する予定で、コロナ警報が解除されればおよそ3ヶ月ぶりとなります。